大仙神社は、島根県沖郡西の島町に鎮座する神社である。式内社で島前西の島の最高峰である、昇火山の北六、大津集落の東に鎮座する、旧村社。昇火山の中原に鎮座する公開安全の守護神として広く信仰を集めた、昇火神社とは密接な関係を持っていた。特に遺説を見ないが、本来は、 大戦と称されていた、小火山を神体とし、山自体を祀るものであったとされている。宗師の年代は不明、上述したように元来は、神体遺産としての大山を祀る神社として、宗始されたとみられている。なお、鎮座地の西方200メートルには、古墳時代中、後期の祭祀遺跡とみられる、兵庫遺跡があり、濃厚に関わる水、または、 泉の祭祀が行われていたと推測されているが、当神社との関係は不明である。早くから中央にも知られて、演起式神明朝に、沖国地部軍の勝者として記載。また、深海の授与は知られていないが、陰州神明朝には、樹三味城大仙明神と記載されている。山陰地方における、日本海水運が、本格的な展開を見せる、平安時代後期に、 昇火山の神が、公開安全の神として、数形を集めるようになり、また、山岳主弦の霊地として、主弦者による、雲城寺が改装されると、その別当が、神社のネギ職を務めるようになった。中世には、沖国の安定した支配を目指す、守護の佐々木氏が当神社の昇悪に努めたようで、賢治2年に守護、佐々木安清は、当時のネギで百姓との対立から、 立場的に危機に陥った、総除連のネギ職を安堵し、小中三年には同じく守護職で安清の孫にあたる、宗清と推定される人物が、総連清を、賢治の下辞に任せて、ネギ職として、社務以下を務めるよう部任している。一方で、神社側も、神座地を中心とする現在の美伝一帯が、昭円に編成されて、美多少となって、以来、 守護権力と直接結びつくことによって、その支配体制から逃れるように気とし、ここに両者の緊密な関係が生じたとされている。しかし、この関係も南北朝時代頃には大きな転換を迎え、県無元年に、ビタ省の大官である西領と公文の道県が、領主の命を受けて、省内の一部を、 大仙宮ネギ文光史料畑として咲くなど、ビタ章の支配下に組み込まれつつある状況が現れ、王安2年には、情景、連期吉の没後空席となったネギ職が、九門道剣に与えられているので、ここにおいて、ビタ章に完全に組み込まれたものと推定され、これ以降は当神社に関する文書が見えなくなり、それ以前の関係文書が道剣の光栄と思われる。 笠木氏に伝えられているのも、そのことを示すものであると考えられる。その後の遠隔はつまびらかにしないが、近世には、昇華山大権現と呼ばれた、雲上寺に包摂されたごとくで、笠木氏による寒主職は置かれたものの雲上寺が、別当として干渉し、十国あったと言われる車両も、実は、雲上寺の治療であり、ついには、 大仙の神とは消華権限であるとの認識を生じるに至った。明治初年の神仏分離で消華権限と離れると、ともに演儀式により、大仙神社を正式な社名とし、明治五年に尊者に列した。天保四年の陰州風土記には、祭礼日を2月13日と6月14日としているが、太陽歴施行後は、現行の7月13日を礼祭日としている。 中世以降、雲上寺の別当職が、ネギ職を兼ねたが、後期には、ビタ章の公文職を受け負ったと見られる笠木家が、ネギ職を襲うようになったと考えられ、雲上寺が広く数形を集めるようになった近世には、同寺が別当として官渉。王将屋を務める笠木家は、官主を合する者の実態は、旦那的な関与にとどまったものと思われる。 明治の神仏分離政策が行われると、明治五年に、雲上寺別当が原属し、松浦清を称して、神主となり、以後松浦氏が、偶寺職を世襲している。本殿は片一軒、正面に、東半府の後輩を付した、かすが作り変態、胸にちぎ、かつおぎを置く。明治二十二年の増体。後輩の下から、張り間一軒、桁行き三軒の通り殿が伸びて、 ケタき五軒張間島の入りも屋造り平入里の拝殿に続き、拝殿正面には一軒の後拝をつける。いずれも屋根は銅板武器。拝殿前から石段を下ったところにある鳥居は、元禄十二年の三影石製石像鳥居では、沖島で二番目に古いもの。他に、新鮮書や見越しを収める、新横がある。ありがとうございます。